まあ、首都圏からそんな遠いところじゃありませんのでね、もし、ご近所の方、おられましたら、ぜひ乗りに、行ってみてください。まあ、沿線、すごい、田園地帯で、のんびりして、とてもいい電車です。で、途中から、渡良瀬渓谷鉄道ですね、これの駅にも近いんですね。直接の接続してないんですが、まあ、比較的近いんで、そこからまた、足尾の方へですね、昔の JR の足尾線ですから、そっちの方へ足伸ばすということも、できます。ということで、今日は、上毛電鉄の大越駅からでした。今日もありがとうございました。こんにちは、荒木和弘です。今日は、上毛電鉄、群馬県を走る、私鉄ですね。上毛電鉄の、これは、大五という駅、車庫のある駅です。大五、大きな台に、湖は、湖から山水取った湖ですね。大五という駅からお送りしています。と言っても、だいぶ前撮った写真なんですけどね。この鉄道は、すごい特色というのは、両端が、どこにも接続してない。前橋から桐生まで走っている電車なんですけども、で、途中東部ともは、接続するんですけども、両端 JR の駅があるのに、そこに接続してない珍しい鉄道ですね。まあ、静岡鉄道なんかも、まあ、同じようなもんですけども。この線は、私はですね、一番最初に乗りに行ったときは、まだ黄色い電車が走ってた頃ですね、西部の所沢工場で直した車をですね、走らせて、いた頃が一番最初だったと思います。で、その次に行ったのは、西部の351系、雲波351と区波1411の2両編成。これがですね、もう大量にドカッと入って全部、前のやつを置き換えた。その時に写真を撮りました。本当は、ここでちょっとその写真も出せないんですけど、今ちょっとパッと見つからない。で、今、ここに止まってるのは700系と言いますけども、わかる方はすぐにわかる、京王の井の頭線を走っていた昔の3000系ですね、の電車です。今もこれが全部走ってます。一つだけイベント用の古いのが、100系でしたっけ、100型っていうのが、それが走っています、ありますけども、それはまあ、通常は走らない。で、まあ本当はローカル施設もこうやってですね、昔のまあ、その井の頭線の当時から考えると、これも随分時間経ってる電車なんですけども、まあそれでも冷房車でですね、まあ高性能車ですから、まあ大してスピード出すわけでもないんで、もうこの線では十分、ということですよね。まあ、ここは東部の子会社で、あと、同じ群馬県内の施設である上信電鉄も、ここの株を持っているんだそうです。で、まあ、なかなか、経営は、ちょっと厳しいんだろうなとは思います。で、あんまりだから、こう、地味な鉄道ですね。派手な観光地みたいなものが、ない。上信電鉄まだ、途中というか、なんだっけ。産業遺産か、があったり。下仁田とかですね。まあ、多少観光地みたいなところもあるんですけども、ここの場合は、まあ、都市間を結んではいるんですが、あんまり、ここがっていうものがない、というのがちょっと弱みです。まあ、だからそれにしてはよく、頑張って走らせてるな、というふうには、思うんですけどね。で、ここの、こういうローカル施設というのは、ちょっとこっち側、ここは車庫があります。こっち、指が、こうね。今度は車庫で、まあ、この大五の車庫が、まあ、唯一の車庫なんですけども、まあ、一生懸命その車大事に使って、走らしているというところです。でも考えてみれば、その351が走ってた頃、その後、確か東部の車が来てるんですけども、東部の車が走ってた時には私確か来たことはなかったような気がします。で、東部の車意外と早くになくなっちゃって、で、これになってるんですけども、
だからどこの時点から冷房化した、ここから冷房化したのかな、この慶応の3000が入って冷房化になったんですかね。まあ今若い人はあんまり窓の開け方も知らないと、まあ最近コロナでね、窓開けるようになったんで、これでやっと分かったのかもしれませんが、昔はもう冷房車ばっかりになった時はですね、窓を開けるってことはあんまり誰も考えてなかった、ということだったと思います。昔はもう本当に、窓を開けて風入れてですね、走ってたんですけども、まあそれもいいんじゃないかなと、私はちょっと思うんですけどね。まあここの、群馬県って、夏すごく暑いとこ、町によるんですけどね、桐生なんかも確かすごい暑い、とこなんで、まあ冷房なければちょっとなかなかやっていけないんでしょうが、まあこういう窓を開けて走る電車も、例えば2両のうち1両とか、あってもいいんじゃないかなっていう感じがします。